はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、シフトカーシリーズ食玩シフトカー6です。はい、今回もイーコ500円でラインナップは全5種類、シフト4ミラー、シフトデッドヒート、シグナルティティーン、バッドバイラルコア、シフトアメイジングサーカスです。バッドバイラルコアはやっと食玩化ですし、シフトフォーミュラに関しては早くも食玩版が出ました。パッケージはこのようになってて、デッドヒートにはダブルライダーが乗ってますし、バッドバイラルコアにはメディックが乗ってます。まずは変身用シフトカーのフォーミュラとデッドヒートをレビューします。シフトフォーミュラから開けましょう。パカッと開封して中身を出すと、あ、なかなか塗装綺麗かも。というかデラックス版とそんな変わんないじゃないですか。はい、中身はこのようになってて、おー、色綺麗。全体はこんな感じ。前側、上側、下側、そして後ろ。デラックス版と比べても、あれ？これ、差がないですよ。ブルーの成型色も全く一緒ですし、塗装の綺麗さも同じですね。特にデラックス版の方が色がなんかはっきりしてるとか、そういうのも、あ、でも、よーく比べると、ここのメタリックが若干デラックス版の方が綺麗だったり、イエロー部分も少しこっちの方が濃いですけど、まあでも、ほとんど変わりないですね。なんかデラックス版とこんなに差がないのは珍しいですね。ギミックはいつも通り四輪のコロ走行とクリックで回転カチカチと回ります。どちら方向も OK。 これはすごくいい感じです。次はシフトデッドヒート、こっちも期待できますね。はい、出すと、お、あー、真っ赤というか結構普通の赤。あー、なるほど。デラックス版のメタリックレッドに比べるとだいぶさっぱりしてますね。はい、全体はこのようになってます。これはデラックス同様、あ、ちゃんと、あれ？何？外れた。あ、やっぱり、パッと見は、デラックスと同じ二重ヒンジになってて、くるっと回転するかと思いきや、差し替えかな？説明を見ると、ジョイントを一回外すんだ。ああ、勝ち時ロックシートと違って、がっつり省略はされてないんですけど、付け替えが必要と。なので、まずは、シフトカー状態。ちゃんとバイクがハマってて、四輪のコロ走行もできます。バイク状態にするときは、まず、爪を使って、バイクパーツを外します。そして、さらに、ジョイントを引っ張って取ります。パーツが3分割しますので、この出っ張りの短い方を、シフトカーに差し込んで、長い方を、バイクのここの穴に差し込みます。はい、これで、サイドカー状態が完成しました。差し替えがあるとはいえ、デラックス同様の2モード変形できるのは、これはすごいですよ。しかも、中側の造形もすごい細かくって、これはデラックス版と比べても、全く遜色ないですね。見比べると、このようになってます。横側、後ろ、上、そして反対側。もちろんコロ走行もできます。そして戻すときは、パーツを外して、元の位置にセット。そして上からジョイントをはめ込めば、はい、シフトカーに戻りました。では、音声確認。変身。ドライブタイプフォーミュラー。シフトアップ。フルスロットル。リソース。フルスロットル。フォーミュラー。タイヤ交換。硬い。入んない。ドライブタイプデッドヒート。フルスロットル。
ブレイクガンナー。アドバンスシステム。そしてこっちも硬い。ネクストシステム。なんかドライブのあのギアが入らない感じが体験できますね。外すのも一苦労。いよ。マッハドライバー炎。シフトアップ。かなり高速。フルスロットル。必殺。フルスロットル。高速。デッドヒートに交換。シフトアップ。バースト。急にデリヒート。フルスロットル。必殺。バースト。フルスロットル。デリヒート。そして最後はトレーラー砲。なんかドライブは個別認識可能なデラックスガンが多いので、音声確認も最近大変ですね。では、フォーミュラ。フォーミュラーオン。トリガー。フルスロットル。デッドヒート。硬い。トリガー。フルスロットル。なんか僕の食感デッドヒートはやたら硬くって取れないやばい、あ、取れました。はい、ということでシフトカーシリーズ食感シフトカー6のまずはフォーミュラとデッドヒートを紹介しました。シフトフォーミュラに関してはデラックス版とほとんど見た目が変わりませんし、もちろん音声も同じですからかなりいい商品でしたね。デッドヒートはくるっと変形はしませんけど、パーツの付け替えで2モード変形が再現されてますから500円としては十分だと思います。では次の動画では残りの3つを一気にレビューします。以上シフトカーシリーズ食感シフトカー6のシフトフォーミュラとシフトデッドヒートの紹介でした。変身。